はい、次これね、ローソンから出てるたっぷり卵をかけるふわとろ玉オムライスということで、ちょっとね、この真ん中のシール開くやりますよね。なんか予想ついちゃいますよね。このね、真ん中どうせ空洞なんだろうみたいな、仕切り入ってんだろうっていうイメージあるんですけれども、見ていきましょうか。ちょっと、これ審議に入りますよ。さてね、このオムライスというかオムレツ、卵か。卵をこう分けて、でね、それ話すと、あ、有罪。これダメですね。有罪です、これは。ちょっとね、残念ですよ。それ容器分ける必要あるんですかってなっちゃいますもんね。まあ何かしらの企業努力で、皆様のご要望により食べられないみたいなことでね、やってるんだと思いますが、許せないですね、これ。で、セブンのビーフカレーもこんな感じになってますね。もう許せないですよ。この下になんかご飯でも隠れてるんでしょうかね。まだカレーはなんか染み込んじゃうから話した方がいいよね、みたいなのあるんですけれども、オムライスは別にいいんじゃないかなって思いますね。別に売られてるしね、普通にね。はい、これね、おにぎりの中身がちょっとひどいということなんで見ていきましょうか。白米のおにぎりの中。あ、逆にどうやるん？すごいわ、これ。真ん中だけ空洞開けるのってさ、すごい技術だよね。あれかな？計算としては、列に並んでる時はめっちゃ多く見えるんですけれども、まあこいつらどうせ潰しながら食べんだろっつって、ちょうどよく空洞が消えるっていうトリックを仕掛けようとしたんでしょうか。しかしこの方は、あんまり強く持たなかったんで、空洞が潰れずに、あらわになってしまいましたね。これはいい作戦なんですけれども、ちょっと社内会議聞いてみたいね。どんな風に言ってんのかね。はい、こちらのね、黒い容器あると思うんですけれども、こちら何なのかというと、なんと、このね、黒い下の器がそのまま入るのかと思いきや、なんとその上に新しく容器を乗せてマシマシしてるんですね。もうこれ食わせる気ないですよね。まあ、もしかしたらね、上におかずで、で、その下にご飯とかそういうこともあると思いますが、ちょっとこちらね、いろいろソースとか入れて増してるんでしょうね。上に収まるっつうのって感じですよ。はい、こちら、ローズっていうね、なんかサンドイッチというか、なんて言うんだっけ、こういうやつ。トルティーヤみたいな、そういうやつなんですけれども、あ、もうここにモザイクかかってるね。わかるよ。見ていきましょうか。逆に手間かかりそう。何これ、二人で分けましょう的な、そういう感じかな。これ持った瞬間に空洞でへっこみそうな気がするんですけれども、もうそこまでして削減したいんでしょうね。だったら値段上げてそのままの量にしろよって思っちゃうんですけれども、ちょっと許せないですね。はい、こちら、チキン南蛮弁当を食べた方がいるんですけれども、そのチキン南蛮弁当がちょっとおかしいようなので見ていきましょう。これは肉がこれでほぼパン粉。チキン南蛮じゃなくてただ単に小麦粉とマヨネーズ。ほぼたこ焼きじゃねえか。あ、チキン南蛮ガチ勢としては許せない。許せないですよ、これ。マジ許せんな。おかしいじゃん、これ。たこ焼き食ってんですか、これ。小麦粉の塊ですよ。ちょっとね、チキン南蛮ガチ勢から言わせると、これは絶対許せないですね。はい、こちら、このね、あんかけ、もう予測できますよね、ここまで来るとね。この左側にあんかけが置いてあって、右側にこのパリパリの麺みたいなやつ、もう嫌な予感しかないんですけれども、一応見ていきましょうか。あー、もう何戻るかな。でもね、これをそんな鵜呑みにしてはいけませんからね。一応これも、もしかしたらこの撮影者さんがすごく減らして写真を撮ってるかもしれないっていう、このインターネットに惑わされてはいけないっていうことも、いや多分これ本当だと思う。あー、残念ですね。まあ、あんかけが染みて麺がふにゃふにゃになってしまうんで、分けるのはいいんですけれども、ちょっとね、これは許せないですね。はい、こちら、ロッテのチョコパイ。これ知ってます？皆さんこの画像を見てピンときた人はね、もう拍手ですよ。これ実はですね、チョコパイ
容器の方がやばいことになってるようなので見ていきましょうか。この白いやつがちょっと段差になってて、くぼみのところと段差のやつで合計的には全然足りない。あ、もうここまでいくと天才だ。これね、社長賞もらえますよ、よく考えましたねみたいな、これあれかな、安定性保つためにやってるんですよみたいな、なんか言ってくるんでしょうね、企業努力とか言って。許せないですね。はい、こちらの唐揚げ弁当、これに関してはちょっと見えちゃってるんですけれども、パッと見ね、遠くから見たら、お、彩りいいなって思うんですが、あ、これプリントなんですね。頭がいいってことは、これ内容としてはご飯と唐揚げとなんかスパゲティみたいなやつと卵だけですね。そこにね野菜あったらなんか気持ちがいいんですけれども、これを容器にしてしまうっていう天才がいますよ。他にはね、これコンビニ弁当ではないんですけれども、刺身とかそういうものの大葉、こちら鮮度をよく見せるために置くのですが、これも紙なんですね、残念ながら。皆さんこれ結構好きで食べる人いるかもしれませんが、食べさせません。そんなところにお金使ってられないですよ。正直これに関してはその大葉よりもお刺身の方がメインなんで、何とも言えないんですけれども、でも大葉あってこその刺身のような気がするんで、ちょっとどうですか、刺身好きな方、これ許せますか。まあ鮮度がよく見えるんでどうせ買っちゃうんですけれども、なんか負けた気しますよね、嫌ですね。はい、こちらのタピオカラテ、あ、美味しそうですね。この黒糖がちょうどよく混ざって美味しそうな感じするんですけれども、はい、こちら飲んでみると、横についてるこの黒糖は印刷ということで、あ、混ざってなかっただけかな。そんな純粋なこと言いませんよ。こちらねすごいよね、だいたいこういう黒糖ラテってもう全部混ざりきっちゃってなんか物足りないんですけれども、こういう容器だったらもうまだ混ざってないというか混ざんないタイプなのかなっていう飲み心地があるんですけれども、こちらね別に混ざってないとかではなく印刷なので元から全部混ざっちゃってるんですね。これ文句あるんだったら普通にタピオカ屋さんで飲んでくださいっていう感じなんですけれども、こうしないとねやっぱり美味しく見えない、もうほぼ詐欺ですよね。ここまで行くと法律スレスレな気がするんですけれども、こういうものがはびこってるっていうのは怖いですよ。なんかね、食べ物ってもう何が大丈夫で何が悪いか分かんなくなってくるんですけれども、まあ、あまりコンビニ飯は食べない方がいいということが分かりますね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。See you.